27日午後10時10分頃愛知県蒲郡市竹谷町大久保で住宅一棟が土砂崩れに巻き込まれ家族5人が生き埋めになったと女性から119番通報があったうち1人は救助され意識はあるという蒲郡市消防本部などによると生き埋めになったのは70代の父親と母親40代の長女と次女30代の長男の計5人通報したのは長女だった救助活動を進める一方 市は県を通じ、午後11時17分に自衛隊に災害派遣を要請したという。気象庁によると、蒲郡市では27日午後8時25分までの1時間に46ミリの雨を観測、同日午後10時20分までの24時間で136.5ミリの雨を記録していた。